彩香優、C、毎日お笑いコンビ、ウーマンラッシュアワーの村本大輔が、6月7日に日本テレビ系列で放送された、ダウン、タウンデラックスに出演した際、アメリカでスタンドアップコメディアンになるため、今年9月に2度目の語学留学で渡米すると明かした。村本は今年の1月下旬から3月までの1ヶ月半、ロサンゼルスへ語学留学していたという。村本は、英語を覚えて、アメリカで、世界でやりたい夢ができちゃって。コメディアンとしてネタやって、金持ちになりたいんです、と真剣な表情で明かし、今、春の留学では語学学校の生徒が、僕以外、全員サウジアラビア人で衝撃的でしたよ。金持ちばっかり、と笑いを誘っていた。一方で相方の中川パラダイスは、村本が日本にいる間は月々100万程度の給料をもらっていたようだが、村本がアメリカに行ってる時の給料が3万しかなかった、と嘆き、アルバイトもしていたと明かした。村本としては段階的にコンビでの仕事を減らしていき、本格的にアメリカへ移住したいと考えているようです。日本ではもうやりたいことはやり尽くした、というのが本音でしょう。芸能関係者、昔のように戻る可能性は1。バリカリに村本がアメリカへ進出をしなくても、コンビに危機が迫っていることに変わりはないという意見もある。村本が世相を切るときに左翼的な視線からのみで意見するので、テレビでは使いにくくなっています。それでウーマンとしての仕事は激減して、苦し紛れに村本が一人で海外留学を考えたという点は否めません。村本には才能があるので、その気になれば、また一般受けするネタを作ることができるでしょうが、その可能性は1割くらいしか、ないと思います。どう、関係者、また、ダウンタウンデラックスでの村本と中川の様子から、コンビ解散は近いとも見られている。相方の中川パラダイスがバイト生活をするまで落ち込んでいるのを見ても、何とも思っていない村本の冷淡さが怖い。このコンビはもう解散寸前だと言ってもいいでしょう。どう、関係者、いずれにしても、解散は避けられそうにないようだ。合わせて読みたい、ダウンタウンデラックス、ウーマンラッシュアワー、村本大輔お笑いコンビ、ウーマンラッシュアワーの村本大輔が、6月7日に日本テレビ、非系列で放送されたダウンタウンデラックスに出演した際、アメリカでスタンドアップコメディアンになるため、今年9月に2度目の語学留学で渡米すると明かした。村本は今年の1月下旬から3月までの1ヶ月半、ロサンゼルスへ語学留学していたという。村本は、英語を覚えて、続きを見る先頃、朝岡幸治さんが4月27日に死去していたことが分かった。82歳だった。朝岡さんは1955年に宝塚歌劇団を退団して以降、女優や歌手などマルチに活躍した。1960年代には、午後11時、日本テレビでアシスタントを務め、司会の大橋巨泉さんが胸の大きな朝岡さんを、ボインと呼び、これが女性の大きな、バストを意味する言葉、鈴木を見るタレントで67歳の清水国明が、25歳年下の一般女性と4度目の結婚をしていたことが先日、明らかになった。新婦は現在妊娠中で11月に出産予定だという。C
清水さんには孫が4人いて、孫より子供の方が年下ということになります。清水さんの父親は95歳でご健在だそうで、以前、清水さんがお父さんに、いつまで、現役、だった、と聞いた、鈴木を見る女性ファッション誌、エルジャポン、の表紙を飾り、モデルデビューした後期。父親が木村拓哉、母親が工藤静香という大物2世タレントであることから大きな話題となった。15歳で身長170センチメートルだという高木は、顔が父親似でスレンダーなスタイルは母親に。一英仏の3カ国語が話せて、現在、スペイン語も勉強中と、鈴木を見る第71回カンヌ国際映画祭で最優秀。ショーパルムドールに輝いた映画、万引き家族に出演した子役、白日の木司、紹介入りに注目が集まっている。この映画は、犯罪で生計を立てながらひっそりと暮らす一家の物語。ビリー・フランキーの演じる父親と安藤サクラが演じる母親の息子を白が務めた。万引き家族を手掛けた是枝裕和監督の作品では、2、鈴木を見る、